こんにちは、チョメです。7年目第17章からやっていきます。氷を尋ねる。もうすぐガーゼがなくなります。マダム・ポンフリー、もっと在庫がないか見てきますね。前回怪我したところですね。これでよし、治療薬がすぐに効いてくるはずよ。君はチョメだよな。まあまあ生きてるやつみたいだな。ビクター、そうだね、新キャラいたね。なんか誰かと話してるね。コーリー、気分はどうだ？毒死に噛まれたからすごく心配したよ。心配する必要なんかないわよ、チョメ。マダム・ポンフリーのおかげでもう回復に向かってるから。だからあの特別なプロジェクトの手伝いもすぐにできるようになるわ。何を言ってるのですか、ミス・ヘイデン。十分な休養が必要だと言ったでしょう。マダム・ポンフリーの言う通りだよ、コーリー。今は何も考えずにしっかり休んだ方がいい。調査は君がちゃんと回復して退院してからにしよう。でも、勝手にベッドから抜け出すようなことがあれば、私も強行手段を使わざるを得なくなります。特性に噛まれた生徒がどんどん運ばれてきてますから、あなたがきちんと寝ているかをいちいち確認している暇はありません。ちょっと待ってください、マダム・ポンフリー。ここにいる生徒たちも皆特性に噛まれたのですか？はい、そうです、ミスター・ゲームズ。しかも、あまりにも数が多いので、助けを呼びました。なんか新たな呪いがまた出てきた感じなのかな？この子は誰だろう？どうしてビクターがやると何でもかっこよく決まるのかしら？すごくカリスマ性があるわよね。さっき生徒を一人運んできたんだけど、全然重たそうにしてなかったの。すごく力が強いのね。まだ彼のことを考えてたのか、コーリー。僕たちと同じ普通の学生だよ。学生といえばたくさんの人が入院してるみたいだけど、毒死の大量発生でもあったんですか、マダム・ポンフリー。確証はありませんが、その可能性はあります。質問するほど時間があるのなら手を貸してもらえませんか、ミスター・ゲームズ。もちろんです、マダム・ポンフリー。すぐに手伝いを始めますね。3時間星5個で合格、マダム・ポンフリーを手伝う。生徒が噛まれ出したのはつい最近です。こんにちは、チョメ。あなたもお手伝いしに来てくれたのね。休んでる暇なんかないのに、まだ完成させられてないデザインがたくさんあるんだ。手が空いたならメルーナのことを話しましょう。生徒が噛まれ出したのはいつですか、マダム・ポンフリー。私、アンドレが噛まれた時に一緒にいたの。目の前で起こったことだし、お手伝いしようと思ったのよ。その空のベッドに毒死以外いないか調べてください。怖いね、なんかそういうこと言うと。こんなにもたくさんの生徒が病棟に運ばれてくるなんて今まであったのかな？治療薬はもっと必要みたいです。なんかガーゼみたいなのも足りないんだよね。ここにもっと包帯があると思ったんだけど。この子は？何か持ってきてほしいものはあるかい？水とか飲みたいかい？ホグワーツにもっと刺激があってもいいと思ったけど、こういう刺激だったらいいな。ビクターが来てからなんかいろいろ起き始めたよ。大丈夫？本当。ぼーっと立ってないで、この生徒の世話をお願いします。はい、コインをゲットします。ボーナスも手に入りました。マダム・ポンフリーによると、毒死に噛まれた生徒の数は本当につい最近増えたらしい。しかも特定の場所じゃなくて、ホグワーツの至るところで噛まれてるらしいんだ。そうだろうな。僕も自分の持ってる記事を見てる時に噛まれたんだ。これからは千鳥隠しの柄を見るたびにこんなことを思い出すんだろうな。読み方合ってんのかな。よし、このトキシーの謎は僕が解決してやるよ。私も手伝うわ。君はマダム・ポンフリーに言われた通り休んでいた方がいいよ、コーリー。それに相手はドクシーだ。助けがいるような状況にはならないと思うよ。今まで相手にしてきた生物と比べたら可愛いものだし、ずっと闇の魔法使いの秘密結社を調べてたから僕にとってはいい息抜きになるよ。そう。でも、ホグワーツで毒死が大量発生するなんてちょっと怪しいと思わない？あなたの注意をそらすために R が毒死の大群を放ったとしたら、その可能性はあるかもしれないね。その可能性はあるな、コーリー。怪しいことが起こってないか、ちゃんと注意して見ておくよ。コーンブッシュとパーシーモンズも吸血蜂に気を取られていることがあったんだけど、それは邪悪な毒師グーサンダーが放ったものだったの。うまい作戦だったけど、最後にはパーシーモンズが匂いの強い鼻を使って吸血蜂をどこかに誘導したのよ。へえ、怪しいことが起こったら君にも報告するよ。マダム・ポンフリーには休んでいなさいって言われたけど、メルーラのことはどうするの？ R に対する二重スパイとして動いてもらおうかどうかまだ話し合えてないわ。どうやって持ちかけるかもすぐに話し合った方がいいと思うの。彼女を説得できるような言い方を考えなきゃいけないから。そうやって一生懸命考えてくれるのはありがたいけど、ドクシーの大量発生を解決させるまではメルーラのことは後回しだよ、コーリー。今はこれ以上被害者が出ないようにする方が大事だ。友達が危険にさらされてるのにメルーラのことなんて考えてられないよ。さて、このドクシーの謎を解決するために、まずは生物のエキスパートと話さなきゃ。ケトルバーン先生ならきっと役立つ情報をくれる。ケトルバーン先生と話す。講義が終わったぞ。今なら話せる。私もうすべて集めてるから、プラス3エネルギーになります。さあ、ケトルバーン先生のところにやってきました。ヒガニもいました。ああ、ミスターゲームズ。君もドクシーの大量発生のことできたのかね。はい、キアラも来てたんですね。知りませんでした。私はアンドレが噛まれた時に一緒にいたの。これ以上被害が広がらないように原因を調べようと思ったのよ。一応ヒーラーを目指してるし、人が苦しんでるならどうにかして助けたいの。ねえ、あなたも調査してるなら一緒にやらない？一人より二人の方がいいぞ。ルーンスプールのように三つ頭があればなおいいが。ケトルバーン先生の言う通りだ。一緒に調べよう、キアラ。よかった。それじゃあこの問題を一緒に解決させましょう。それじゃあ手始めに、ドクシーのことをいろいろ教えてもらえませんか、先生。ああ、何でも教えてやるが。このヒガニたちに餌をあげるのを手伝ってくれんか？餌をあげないならドクシーのことを話してあげよう。8時間星3個で合格、ヒガニに餌をあげる。カニが可愛いとは思わないけど、この子はまあまあかなって思うわ。いや、私ヒガニは可愛いと思うけどね。ここを探すのを手伝ってくれない？ちょっと見にくいの。ヒガニは医学的な使い方があるのかしら？なんかコレクターとかが好みそうだよね。嫌な感じで言うと。シューシューって後ろに立っちゃダメだよ。なんかケツから生えてくるからね。運が悪ければドクシーの女王に出くわす可能性もある。そんな感じの回なのか今回。ヒガに餌をあげたからといってリズは羨ましがるだろう。ドクシーは狭い場所が好きで住み着くんじゃよ。勉強になるね。あった。ここにも餌があったぞ。初めてヒガニの授業を受けたのが随分前のことに感じる。餌がないか小山を探してみるといい。はい、コインをゲットします。つまり、ドクシーが本当に大量発生してるなら、衝撃呪文だけじゃ問題を解決できないってことですよね。ああ、衝撃呪文で毒死を一匹残らず倒すことはできない。じゃが、数が多いから何年かかるかわからん。それじゃどうしたらいいんですか、先生。で、こういう時に使えそうな魔法薬を3年生の時に習わなかった？何だったかしら？名前を思い出せないわ。あなたは覚えてない？これね、毒死キラーですね、一番右。確か、毒死キラーだったと思うよ。ああ、そうだわ。あなたが覚えててくれてよかった。素晴らしい。スネイプ先生がいないから、代わりにわしがレイブンクローに5点あげよう。お、5点もらいました。ありがとうございます、ケトルバーン先生。スネイプ先生だったら、これぐらいのことで寮の得点はくれないと思います。嬉しいです。それで、どこに行けば毒死キラーを手に入れられるのかな？スネイプ先生が持ってるかもしれないわ。じゃが、先生が持っている分だけではこれだけの数の毒死を退治するのは無理じゃ。もっと作る必要があるじゃろう。そして毒死キラーをもっと作りたいならスプラウト先生から材料をもらう必要がある。スプラウト先生ならこの呪文を理解して協力してくれると思います。毒死の大量発生なんて大事ですから。事態の収束を生徒が手伝ってるって知ったら喜んでくれると思いますし。それじゃあ先生に私たちが来ることをフクロウで知らせるわね。うん、ありがとうキアラ。それじゃあ毒死キラーの材料を集めるために温泉に行こう。温室ね。はい。待ち時間あるのかな？温室に行く。今はマンドレイクの手入れをしているのです。話すのはそれが終わってからにしましょう。4時間待ちになりました。温室にやってきました。2人とも来ましたね。さあ、大仕事ですよ。頑張りましょう。はい、スプラウト先生。やっちょめ、やキアラ、やバーナビー、ここで何してるんだ？さっきも言いましたが、大仕事ですから手助けをお願いしたんですよ。そうですか、先生も手助けしてくださってありがとうございます。逆ですよ、ミス・ロボスカ。ドクシーの大量発生が本当に起こっているなら、教師として私が生徒を助けなければ。アンドレとコーリがすでに病棟に入院してるし、これ以上被害者が出ないように急がないとダメですね。ええ。作業効率を上げるためにミスター D を呼んで材料集めを手伝ってもらうことにしたのです。4人でやればきっとすぐに集められますよね。何をやるにも全く時間をかけずにできたらなって思うことはないか？ついこの間も魔法薬学の作文を書き終えるのに9時間もかかったんだ。それにおしゃべりしてたらこの作業も9時間かかってしまいますよ、ミスターアリー。スプラウト先生の言う通りだよ、バーナビー。すぐに取り掛かろう。学校の皆が危険にさらされてるんだ。これ以上友達が病棟送りになるのは見たくないよ。そうね、毒シーキラーの材料を早く集めてアンドレとコーリーを治療してあげなきゃ。毒人参とトルメンチラと毒ゼリが必要よ。スネープ先生がそれを必要な材料として準備するの。ええ、そうですね、ミスロボスか。それでは皆さん、手袋をして材料集めに取り掛かりましょう。これ今後の問題とかにも出てくるのかな。はい。今回はここで終わります。次回この3時間星3個で合格、毒シーキラーの材料を集めるからやっていきます。ご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。